ふもふのお店にご来店ありがとうございます。今回の動画ではふもふで取り扱っているマウスのサイズ、持ち方、クリック感についてご紹介させていただきます。マウスのスペック比較や社内の手の大きさ、持ち方が異なる3人で実際に商品を使ってみた感想をまとめています。マウス選びの参考になれば幸いです。まずマウスの持ち方について3種類ございます。かぶせ持ち、指、手のひら全体でマウスを持ちます。このような特徴があります。つかみ持ち、かぶせ持ちから指を立てた持ち方です。特徴はこちらです。つまみ持ち、つかみ持ちからさらに手のひらを離し指だけで持ちます。特徴はこちらです。これらの特徴は個人差もあると思いますので参考程度にお考えください。3人の手のサイズ、普段の持ち方はこちらです。手の小さい人が S さん、その中間が M さん、手の大きい人が L さん、サイズ、持ち方が3人とも異なっています。まずはファイナルマウスウルトラライト2、ふもふでは一番小型のマウスです。実際に使いやすかった持ち方はこちらです。どの持ち方でも重量が軽いため非常に使いやすく感じます。またつまみ持ちでも指にかかる負担が軽いです。サイズ的には S さんはぴったり、L さんは少し小さいという実感があるようです。クリック感はどのボタンも軽く押しやすいです。こちらは最大サイズのインフィニティスキンを貼った場合です。サイズが大きくなったのはもちろん、スキンのおかげで指が滑りにくくなり握りやすくなりました。少し小さいと感じていた L さんのサイズの違和感も改善されました。次はダッキーフェザー。ファイナルマウスより縦と横が大きくなっていますが高さは同等です。形状が左右対称で薄めということもあり、つかみ持ちやつまみ持ちに適したマウスになっています。また、マウスとしては珍しく、利き手を選びません。ただ、S さんは手のサイズ的に全てのマウスが被せ持ちになっています。スイッチはふわのせいで5000万回の耐久力があります。次はポーネージ、ウルトラカスタムエルゴとシン。エルゴはエルゴノミクス、人間工学に基づいた持ちやすい形状に、シンはシンメトリー、左右対称の形状となっています。エルゴは普段かぶせ持ちをしない人でも自然とその持ち方になります。とても手にフィットするため非常に使いやすいです。芯は癖がなくどの持ち方にも適しています。 S さんは基本的にファイナルマウス以外は少し大きいと感じていますが、このマウスはその中でも形状的に持ちやすく感じたとのことです。スイッチはオムロン製で、エルゴは2000万、芯は5000万回の耐久性があります。またサイドボタンが大きく押しやすいのもいいですね。
次はドリームマシンズ DM1FPS 中型マウスのポーネージの芯と比較すると全体的に少々大きくなっている印象です。こちらも形状に癖がなく、どの持ち方にも適していますが、高さがあるため、つまみ持ちより、つかみ持ちやかぶせ持ちが持ちやすい印象です。スイッチはフワノ製で2000万回の耐久性。スクロールは TTC でこちらも2000万回の耐久性。サイドボタンは300万回の耐久性を持ち、高さがあります。DM4 EVO DM1FPS と比較するとエルゴノミクス形状になっています。形状的にかぶせ持ちが最適です。また3人ともマウスの重量をはっきりと感じました。ですので大きく動かすよりは細かく精密な動きをする場合におすすめです。スイッチはフワノ製で2000万回の耐久性。サイドボタンも大きくクリックしやすいです。DM6 ホーリー不毛布の中で最大サイズのマウスです。こちらもエルゴノミクス形状となっています。こちらも形状的にかぶせ持ちに最適です。大きいけど軽く動かしやすいです。たださすがに S さんには大きすぎて使いにくさがあるようです。スイッチはフワノ製で2000万回の耐久性。サイドボタンも大きくクリックしやすいです。次はレキシップ PU94 2つのスティックがついたマウスです。スティック付きのため指を立てる持ち方のつかみ持ち、つまみ持ちがおすすめです。 S さんの場合サイズ的にかぶせ持ちとなり、スティック操作やサイドボタンの操作がやりにくい可能性があります。パームジョイスティックの性質上、マウス前方にクリックできない部分があり、少し独特な構造になっています。NP93 PU94 からパームジョイスティックを省いたマウスです。こちらも PU94 と同様、つかみ持ち、つまみ持ちがおすすめです。パームジョイスティックを省いているため、他のマウスと同様のクリック感で使用できます。
今回の検証をまとめしますと、 S さんのような手のサイズが小さい方はファイナルマウスウルトラライト2がおすすめ、 M さんと L さんとサイズが近い方は自分の持ち方、動かし方によってお選びいただけたらと思います。今後も情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。